はい、皆さんこんにちは。こんにちは。世の中もうそろそろバレンタインデーということでね。でもこの前テレビで見たんですけど、ギリチョコって世間からなくなりつつあるらしいですよ。なんか久しぶりに聞いたの、そのワード。ギリチョコ。うん。なんか友チョコとかさ、なんかそういうのは聞く。でギリチョコを経ての友チョコですよね、きっとね。今、人にお金を使うより自分にお金を使う人の方が増えてるらしいですよ。最先端だと、ご褒美チョコです、ご褒美チョコ。なるほどね。ギリチョコ、友チョコ、逆チョコ、あご褒美チョコですよ、多分今は。一時期めっちゃあったよね、カウンター返しみたいなさ、ちょうだいって言ったら、いやお前がみたいな。やっぱ別に女からって買うわけじゃねえだろう、ね、そう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 。もう学生じゃなくなったからなのか、そのバレンタインに対するウキウキ感なくなってきた。あ、確かに確かに。現場でさ、舞台一緒になった女の子とかから、皆さんにみたいな、したたかな人いないね。僕そういう人見たら、あ、この人仕事できるなと思っちゃうんだけど。確かにね、バレンタインじゃなくてもなんかそういう本番初日を迎える時のちょっとずつみんなになんかお菓子渡す。ああ、そう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 。男ってあんまいないもんね、そういうことすると。女性ですよね、やっぱり。ああ、ね。木村拓哉さんもさ、結構差し入れする。あの、ラーメン屋さん呼んだりする。ああ、そうです。でも圧倒的になんか女性の方が多いかも。ってことは、そういうことを男がやっぱやっていくと、腹黒いけど、イメージ、なんかその、あれはギャップ大きいよね、やっぱり。やべ、もっとしたたかなやつ、ここにいた。世の中の男性、今年のバレンタインは、あげた方がいい。大山分析。さあ今回のシャープ92ではですね、 J2 のチーム紹介をですね、していきたいと思います。簡単に秋田が、はい、秋田のこのポイント、4年目の吉田監督の手腕にかかるみたいな感じかな。ってこと？今回の秋田が J2 昇格して以来一番多いんだって、対談した選手が。今シーズン J2 3年目にして一番厳しいシーズンになりそうだという。降格か。大物とかは入ってない。そう、あんま大きな大物がね入ってないんですよ。それは結構危機だね。危機でしょ。走るしかない。とにかく走れと。 J2 のサガン鳥栖になるしかない。次、はい、お隣山形。山形のね、今シーズンのポイントはセットプレーの怖さです。田中航選手が行きましたけども、うん、もう一人レフティーがいらっしゃるようですよ。大宮から小野正人選手っていうレフティーのサイドバックですかね、プレスキッカーが2人級に増えたっていうのと、うん、コーチですね、ブラッドリーコーチっていうハイバーニアンっていうスコットランドのチームから来たらしいんですけども、そこでなんかセットプレースペシャルコーチみたいなじゃあそれセットプレー担当のコーチなんですかね。それが入ってきて、今年の山形とかね、怖いですよ。さあ次、いわきです。J3 初挑戦でチャンピオンになったんだもんね。すごいね。さあそんないわきのポイントはね、若くて伸びしろある選手がどれだけ暴れるかですかね。2015年ぐらいに多分発足したチームで、しかも結構若くて、ベテランと融合じゃなくて若いみたいなチームなんですけど、2015にできたチームを主力を残したまま、それがだんだんこう膨らんでって、そのままの根本がなんか残った選手が残ったままここまで来たみたいな。日向坂46みたいな感じがなのかもしれない。チームワーク良さそう。次は水戸ですね。楽しみっすね。水戸のこのシーズンのポイントは、その楽しみなスタイルが今年はどうなるっていう、まあ、その理由としては監督がいなくなったっていうのと、木下選手がいなくなったっていうのが大きいよね。超攻撃的サッカーみたいなスタイルが、やっぱその主力がいなくなったこともあって、どうなっていくかって感じですよね。なんかさ、秋葉監督さ、去り際に一人一人に課題残してそうな気しない？金八先生の言葉みたいなですね。そうそう、確かに残してそう。残してそうだから、なんかベースはありそうな気する。新監督も確か秋葉監督の元でやってたコーチが多分昇格してるはずなんで、確かにイズムはあるはず。それは楽しみだね。新ディスイズ水戸ホーリーホークが見れるかっていう。次、栃木ですね。今年のポイントは継続が吉度出るか強度出るか。あんまりじゃあ変わってないの？あ、そう、ご察しの通り。31人いたんだけど、25人が契約更新してるんですって。残ったけど、攻守の核となる選手が引き抜きとか、あとはレンタルバックして戻っちゃったりっていうのが結構あるので、去年もその得点っていう部分であんま点が取れてないっていうのが課題だったんで、その点取れないってところでフォワード取ってないから、そこの解消がどうなるかはあるけど、自信あるんじゃないですか。結構熱くてね、結構コメントもなんか去年から結構強気だもんね。群馬ですね。群馬のポイント、下位脱出は攻撃の活性化にかかる、まあ、群馬もね、点があんま取れないで結構下位に沈む昨シーズンなんですけども、はい、でも結構サイドバックフォワードになんか結構適材適所でいい補強をしているご様子ですよ。それでなんか僕的に注目なのは J3 か、 J3
J3 のギラバンツ北九州っていうチームからその佐藤亮選手っていう選手が来て、この選手が1年目にして群馬の10番を背負うらしいんですよね。だからこの選手結構注目して皆さん見ていただきたいから、昇格してきていきなり10番つけるってなかなかの強者だと思う。ずるずるしいな。ずずあれでも群馬も今年まだ大月さんですよね。それずずしいの好きそうじゃないですか。あ、確かに確かに。浦和でやってたから、うん、それずずしいの浦和がずずしいみたいな。次大宮、大宮のポイントは怪我人を出さないってことですかね。去年ね、そうだったね。手薄なポジションあるんでね。結構ね、フォワードとボランチはね人材豊富なようなんですけども、矢島選手いなくなったんだ。そうですよ、武田圭俊選手もだって。あ、そうだそうだ、水戸行っちゃったから。結構最終ラインがね手薄なんだよね。ああ確かに、去年のベガルタみたいな若手がいかに成長できるかみたいなところにかかってそう。で、大宮といえばね、金崎さんがヘッドコーチとして入りましたから。次は千葉です。ポイントはですね、昨シーズン以上にいやらしくなるでしょう。いろいろ外国人選手が退団して、今年は日本人主体のチームになりそうなんですよね。で、なんか補強も小林新監督になったんですけど、自ら交渉して選び抜いたこだわりのメンバー。そして、なんといってもフォワードにゴヤ選手が来たってこと、はい、ゴヤ選手ってなんか、ベガルタすげえ嫌がらせ受けてるじゃないですか。いやいや、だいぶ ね。さあ次、町田。町田も言うまでないでしょ。ポイントは、この個性をどれだけまとめ上げるかって。個性ありすぎでしょ、これ。黒田新監督、コレクティブで隙のないチームみたいなのがテーマにして。コレクティブってやっぱ集団のと共同のって意味らしいんですけど、まあ、一致団結みたいな。できんの？まさに青森山田みたいな感じですよね。はい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 。もうそれできんのっていう感じだよね。ねえ。なんか去年と別チームっていうか、本当に令和元年みたいな。令和元年、確かにほぼほぼ入れ替わってるんじゃないですか。対談した選手って町田のど真ん中みたいな感じじゃない、うん、平戸選手とかね。確かに確かに。町田はね、また開幕戦の相手なので、この続きはまた次の見出し。次、同じ東京のヴェルディ。今年バランス取れてますね。面々もそうですけど、年齢的なバランスというか、若手とベテランの融合がよくできてるかなっていうのと、 J1 経験者もいて、海外リーグを経験してる選手もいますもんね。上福監督的には結構満足らしいですよ。結構今年いいチームになるんじゃないですか。次、清水、まあ、もう圧倒的戦闘力ですよね。フリーザですもん。しかもあれなんだよね、4大主力が大方の予想多分抜けるんじゃねみたいな予想だったと思うんですけど、鈴木唯人選手の海外移籍以外3人残るっていう。今年の清水エスパルスはもうどうする家康ぐらい豪華なメンバー。ああ、確かにうまいね、今ね。うまい決まったね。さらーって言ったけどメモにちょっと書いてる。いつ言ってやろうかなと今です。これはもう首位で1年で J1 復帰が手厚いかなっていう感じはあるよね。これあれかな、最大のライバルみたいな感じに言ったらいいかな。やっぱそうなるんじゃないですか、やっぱり。さあ次、岩田ですね。まあ今年岩田はきついよね、補強禁止ですから。でもよく頑張りましたね、フロントは。3人しか流出してないもんね。でなんか注目はあれだね、あの皆さん疑問に思った誰なんだろうっていう思いを多分カタールワールドカップになったんじゃないかな。あの森保監督の横でいつも映ってるあのおじさん誰なんだろうみたいな、っていうあの誰なんだろうおじさんが今年からジュビロの監督なんだよね。横内明信監督、横内監督その日本代表の時に横内監督の下で攻撃の面を担当してたんですよね。で昨年のジュビロって結構得点力不足に悩まされてるのがあって、だからそこをうまく修正してくれるんじゃないかっていう期待が持たれてるようですね。岩田としては嬉しいことに、あの川口俊一さんが来るっていう。あれ日本代表と対談してたの。してたしてた。2人とも日本代表を辞めてジュビロに来たんだよね。この J2 の岩田に来るっていうのがなんかまたこの胸が熱いよね、うん、苦しんでる時に帰ってきてくれる救世主みたいな。次、藤枝。おお、新参者。藤枝は結構大打撃としてはキーパーが抜けたっていうのが結構そうだね。結構でしかも J3 の選手が J1 トスに行くんですけど、飛び級で行ってるわけですから、なかなかの実力者っぽいですよね。多分 J3 ベスト11にも選ばれてて、結構足元の技術もあってビルドアップもできる選手らしいんですけど、キーパー抜けたのって結構大打撃、ワールドカップしかり選手権しかり、キーパーってでかいもんっていうのは抜けたけど、もう他の主力の面々は結構残ってるっぽいですね。ジェーザーはそんなにそんなに派手な、いわきみたいになんかこうグイグイのイメージはないけど、でもこのグイグイ行かない具合が J2 で痛い目に遭わなきゃいいけどねみたいな、あんまり消極的に行くと叩かれるよみたいな。
だからどれだけ積極的に戦えるかってところなのかな。次、金沢行きます。金沢はあれだね、元ベガルタの躍動が楽しみかな。まずは僕らの大好き石原選手、群馬から抜けた小島選手、右左可能性もある、あるね、確かに。っていうところに、もともといた藤村選手もいますから、でしかも去年13ゴール取ってるフォワードの林選手も残り、豊田選手もいる。でこの J リーグ経験あるジェフェルソン・バイヤーノ選手っていうのが入ったんだね。結構金沢は今年強いんじゃないですか。いや強いと思う。しかもあれ加藤純也選手取れたの、なんか出来上がってきたんじゃないですか。ツデーゲン結構補強の顔色、顔色じゃない、顔色いいよね。顔ぶれね。岡山はね、角が抜けました。でも言うて戦力維持じゃないですか。ジェフから桜川選手レンタルで来て、岡山あれだね、パリ世代のフォワードが多いんだよね。坂本選手、桜川選手、川谷選手がパリ世代のフォワードなんだね。プラスファン・イーゴン選手とチアガーベ選手が残ってる。それで昨シーズン左サイドバック日本職がいなかったらしいんですよ、岡山。でもそこに高橋選手っていうのを補強して、この人左足が結構うまいらしい。岡山は地味だけど結構いい感じです。うまいな、うまい補強だね。次、山口。山口はあれだね、実力ある面々揃えたんで変革の年になるんじゃないですか。あれですよ、みんなちゃんプラス矢島選手、プラス群馬で10番だった田中選手、これは結構大きいんじゃないですか。去年の田中渡選手の活躍だったり、高井一馬選手とかの活躍があったりとか。高井選手いる？そういえば。しかしですよ、その高井選手いなくなったんですけどね。山口今年面々がいいから変革の年になるんじゃないですか。次、徳島。徳島はやっぱ柿谷徳島か。徳島まだ J2 にいたんだって感じですね。そうですね、去年一応苦しんだよね、やっぱ。そうだよね、徳島もスタートダッシュに苦しんで、守備はめちゃくちゃ良かったもんね。でも得点力不足がまあすごかったよね。左のウイングが決まってなかった感じが、西谷選手、そう左で作るチームだったのに、そこが固定してないみたいな。今年はどうなんかな、新監督もまたスペインなんか。あ、新監督なんだ。ポヤトスじゃなくなったと思う。やっぱりあれだ、今年はどういかにやっぱ点取るかっていう感じかな。柿谷選手をどう使うのかポイントになってくるんですかね、やっぱね。続いて、大分も対談多いんだって。それこそ、ベガルタに来た小出選手、千葉に行った小屋選手、町田に行った下田選手。そんなに財政難なの？大分としてはやっぱその去年は若手が一気にボーンって伸びたシーズンだったんで、今シーズンもチームがこうスリム化されて、元々スタメンだった選手がポーンって抜けて、隠れてた若手がこう弓場選手、藤本選手みたいなのが出てきたら、粘り強い大分だけになるかなっていう感じですね。熊本、これ熊本は結構あれじゃない、去年のあれがあるから上位に予想する人もいれば、今シーズン苦しむんじゃないかっていう人もいればっていう感じですけど、僕は後者、僕も後者だと思います。いや、痛いよね、やっぱり菅田選手はじめ川原選手とか高橋俊樹選手っていうセンターラインがボーンって抜けて、でも最終ラインの層が薄くなっちゃったっすよね、やっぱね。そうですね。でプラス新加入選手も12人、でもね、大卒ルーキーと昇格組が多いんだよね。だからあれだね、熊本が強くなってきた理由で、その大卒ルーキーたちが躍動して力つけたのが昨シーズンだったみたいな感じだったのを、また今シーズンからその大卒ルーキーたちを育てて3年後にまた大暴れするみたいな感じになってくるのかなっていう。次、長崎もこれまた個性派揃い。結構カリーレ監督の要望で今年は高さを求めたっぽいね。っていう理由でファンマ・デルガド選手とエスパルスからバウド選手、センターバックを取った。でも問題はその最終ラインかな、ディフェンスラインの方だね。6人ぐらいいる中で4人が新加入なんだよね。あとキーパーか。そのディフェンスラインが新しいから、そこの連携は早急にした方がいいって感じ。でもこの破壊力を生かすためにはまず守備からですから。前の選手せっかくいいのに守備させてたらもったいないもんね。もったいない。攻撃陣は攻撃だけほとんどさせてた方が絶対いいで、さあこの数あるチームの中から私が注目するチームはですよ、ヴァンフォーレ甲府。注目なんだったら僕だけではなく J リーグ自体も注目じゃないですか。 ACL も戦わなきゃいけないし、 J1 復帰も目指すっていうこの大変な状況、まずこの環境に置かれてるっていうのがまず楽しみじゃないですか。めっちゃ成長するのか、ズダズダになるのか、はい、その ACL があることによって結構今年細数もね揃ってると思うんですよ。ちょっとコアな話をすると、今までずっと3バックで戦ってきたのに、今シーズンは4バックに移行してやるんじゃないかみたいな噂されているようです。なるほどなるほど。監督は新しいんだ。山梨出身なんですって。盛り上がってるだろうな、監督自身も。
怖いな。なんかさ、デカルタ補強良くてさ、ちょっと有頂天になってたけどさ、周り見渡すとさ、なかなか周りもいい補強してるなっていう感じですよね。翔くん、ここでもうパパパッと1位から6位言っちゃおう。第6位町田、5位岩田。5位なの？第4位長崎、3位、はい、岡山、第2位清水、1位がデカルタ。おー、いいね。これです。まあでも当たりそう。意外とひねったよ、うん、岩田は5位に持っていきたいから皆さんの今年のベガルタ以外のね、ベガルタはもちろん推しですけども、うん、それ以外の J2 注目選手はどこでしょうね。選手、あ、選手ベガルタ以外の J2 のチームはどこでしょうね、うん、まあいろんなチーム注目ですね今年もね。そうですね。じゃあ今日の見合わせは以上です。またさようなら。さようなら。ベガルタの紹介ないのかよって感じですね。今度やります。あ、マジで。はい。